はじめまして、イワシです。早速ですが、ワールドロストしました。1話を投稿した夜に、パソコンが壊れました。ということで、新しいパソコンを買って、再スタートです。これでオンボード PC から卒業だよ。やったね。リスポーン地点は、水中でした。まずは、羊を探しましょう。そうそう、パソコンを新しくしたついでに、モッドをいくつか追加しました。これについては、後で話しますね。こんな地形を見つけました。何これ、いたじゃん。まるで私の人生みたいに薄っぺら羊を見つけました。すぐ見つかったのでよかったです。今回はこのワールドで決定ですね。それじゃ、1話終了時点と同じところまでは進めますか。はい、進めました。ということで、次は、仮拠点を建てましょう。本拠点は海の上に作る予定なので、あくまで、仮ですね。しかしだからといって、こんな風に壁とドアだけの拠点を作ると、雲に簡単に突破されてしまいます。そしてたとえ屋根をつけたとしても、こんな風に直方体の建物では、やーい、お前の家、東風、と言われそうですよね。ということで私は、屋根なしでも、豆腐でもない、誰もが納得するような仮拠点を、作りました。やーい、お前の家、大庭園。何これ、何してんの、私。いくらグラボとバージョン 1.7.10 の相性が悪くて、苦戦したからって、こんな拠点を建てる必要ないでしょう。それで自慢げに紹介なんかしちゃってるし、ああ恥ずかしい。あなたね、今やってること、相当恥ずかしいですよ。まあ、プレイ中の私も同じ私ですし、この声が届くはずもないんですが。中はこんな感じです。案外普通なので、特に不便を感じることもないと思いますよ。食料があまりないので、軽く農業でもしましょう。まずはその辺の草を買って、種を入手しますね。その間に、今回追加したモッドについてお話しします。工業系では、オープンブロックスとイマーシブエンジニアリングを追加しました。どちらも初めて触ります。もみじモッドは、もみじの木だけではなく、様々な作物や、鉱石なども追加するようですね。これはちゃんと勉強しないと使いこなせなさそう。あとは趣味として、観覧車モッドとジェットコースターモッドを追加しました。これで遊園地とか作ってみたいですね。まあこれも、あくまで余裕があればの話ですが。なんだか、バニラとは違うひまわりが咲いてますね。何のモッドで追加されたひまわり？グローストーン。マジで、ひまわり壊したらグローストーン出てくるの？ネザーに行かなくてもいいじゃん。これは嬉しい。調べたところ、もみじモッドで追加されるようですね。もみじちゃん、一生あなたを愛し続けます。では、ブランチマイニングの拠点を作りましょう。その前に、ベッドをもう一つ作りますか。ってことで作ったのは、木のハサミ。鉄のハサミと同じように使えます。耐久力は低いですが、鉄がなくても毛が枯れるというのは、素晴らしいですね。それじゃあブランチ拠点作りに、取り掛かりましょう。と、その前に、私がどれだけ素晴らしい人間かを知っていただくために、こちらの動画をご覧ください。タイトルからもわかる通り、私は極度のビビリです。どれぐらいビビリかというと、まず洞窟探検は愚か、洞窟の入り口に近づくことすらできません。洞窟にぶち当たりたくないので、ミニマップがないとブランチマイニングすらできません。嘘やろ。廃坑やスポナーでも掘り当てたひにゃ、その瞬間ワールド消去ですからね。また、屋根上の森バイオームの木の下は立ち入り禁止となっております。勝手に禁止にするな。ジャングルはギリギリセーフです。あと、メガタイガも入れはしますがコケ石が怖いです。お前、コケ石をモンスターか何かと思ってんのか？スポナー部屋を想起しちゃうんですよ。そうなのか。さらに、拠点は海の上以外は厳しいです。マジかよ。拠点の周りは相当な範囲を湧き潰さなければならないのですが、洞窟には近寄れないんで湧き潰せないんですよね。だから周りに洞窟がない海洋に拠点建てるしかありません。なるほどねー。孤島スタートだと非常にありがたいんですがね。一般的な常識と違う。とまあ、こんな感じです。おいなんだ今の。ねえ、素晴らしいでしょ？
そんな私が Y イコール10まで階段掘りしたらどうなるか、気になりません？気になるでしょ？突如起こったハプニングに怯え、叫び、震える、そんな滑稽な映像をお届けしてくれることでしょう。しかし何も起こらなかった。まあ、正確には、2回ほどぼえったのですが、訪れがひどかったのでカットしました。この近辺、洞窟が全くなかったよ。とてもラッキー。ラッキーなんだけど、美味しく、ないよね。そうそう、畑について全然触れていませんでしたが、小麦と、竹もっとの種もみ、そして豆の3種類を適当に植えてます。豆とか種もみを、どうやって利用するのか、全然、わかってないけど。まあ、いいんじゃないですかね。混ぜ込みご飯にでもしとけば OK でしょ。階段掘り中にポエッタピッケルがあるので、修繕しましょう。天カスのツールは、壊れても消えず、素材を使って修繕ができるんです。材料が少なくて済むから、すんばらしい。そろそろダイヤが欲しいお年頃ですが、ダイヤを見つけたところで、それを掘るピッケルがなければ意味がありません。そこで、金属製のツールを作ります。しかし、さすがに木でできた型で、金属製のパーツを加工するのは難しいようです。石や火打ち石のパーツを加工できてる時点で十分おかしいけど、ということで、金属のパーツを作るための準備をします。まずは、その辺にある粘土を、片っ端から掘ります。掘ります。掘ります。落ちます。無視します。穴にビビります。これ、私が掘った穴です。掘ります。すやー、おはようございます。ただいまー。4スタックほど掘ってきました。粘土をブロックにしたものと、砂、そして砂利を組み合わせることによって、漆喰がクラフトできます。漆喰をかまどで精錬してあげると、小精錬画というものができます。意外と経験値が多めに入るんですよ。これ、小精錬画を4つクラフトしてできるのが、小精錬画ブロックです。おや、新しい本を入手しましたね。今からやろうとしてることの指南書ですかね？ちょっと読んでみましょう。ようこそジャパ、じゃなかった。ようこそ金属クラフトの世界へ。このページでは、激レアな金属を使える素材にするための秘密を学べます。ふむふむ。そうかそうか、つまり君は、よし、ウィキを見よう。私が作りたいのは、乾式精錬炉という装置なのです。ということでまずは、精錬炉の中枢である、制御ブロックを作りました。さらに、燃料となる溶岩を入れるための、タンクを作りました。精錬炉の液体を外に流し出す出口となる、排液口。それにくっつける、蛇口。流れ出た液体を受け止め、パーツを作成する、キャスティングテーブルを作って、準備完了。あとはこれらのブロックを組み立てていきます。組み立てました。お、火がついた。燃料入れてないのに。それじゃあ、この、乾式精錬炉を使っていきましょう。溶岩組みまして、タンクに溶岩を入れます。これが、燃料になるわけです。うん、ちゃんと燃料として認識されてますね。ここに、アルミニウムと銅を3対1の割合で投入します。メーターが上がっていってるのがわかりますか？溶岩の熱を使って、鉱石を溶かしているわけですね。時間が経つと、鉱石が溶けきりました。さらに銅が溶けるまで、待ってみましょう。銅が溶けるまで待つ。銅が溶けきりました。溶けたアルミと銅が混ざって、アルミ黄銅という金属になりました。これを使って、金属加工のための金型を作りましょう。インゴットをキャスティングテーブルにセットし、蛇口を右クリック。アルミ黄銅がダバーと流れ、固まりました。これで、インゴットの型ができました。この型をセットして、アルミ黄銅を流してみましょう。すると、アルミ黄銅のインゴットになりましたね。こんな風に、金属加工ができるのです。では、インゴット以外の型も作りましょう。ピッケルの各パーツの型を作りました。そして乾式精錬炉に、鈴と銅を投入しました。すると鈴と銅が混ざって、青銅ができるはずなのですが、どっちも銅って書いてありますね。どっちが銅なのかな？どっちが銅？もう銅でもいいや、両方やってみよう。まずはピッケルヘッドの型をセットして、ダバー。しばらく待って、固まりました。さあ、正解を引けたのか？
ハッパー、これ普通の銅じゃないか。畜生、青銅みたいな見た目しやがって。じゃあこっちが青銅ってことでいいのかな？ブロンズ、うん、こっちが青銅でしたね。同じように、締め具と、絵も、青銅で作りました。これらのパーツを組み合わせて、ピッケルができました。耐久力714、ダイヤも掘れる優れものですね。よし、じゃあこのピッケルで、どんどんブランチしていくぞ。と、そろそろ時間ですね。続きは次回。まだ一回もエンジンが登場していませんが、大丈夫でしょうか。次はエンジンも登場するはず、きっと、おそらく、多分、もしかしたら、一か八か、万が一にも。ということで、今回は以上です。次回をお楽しみに。